いあります。その中でもですね、患者さんがどのような形であっても、お亡くなりになってもおめでたくご退院されても、その人らしさをちゃんと私たちが支援できたかなと思う時がやっぱりやりがいにつながります。そう思ってやってまいりました。そうですね、期待はいっぱいあるんですけれども、やっぱり使命感を持って誇りを持って働ける看護職員を育てていただきたいっていうふうに思います。学生時代に感性を磨いていただきたいっていうふうに思っています。いろんな方の価値観を大いに吸収して、心豊かな人であってほしいっていうふうに思っています。まず人好きであること、働くのが好きであること、知力体力が必要だと思います。それと、きちっとその人の話を聞けること、患者さんも今自己主張が強いです。そういう人もきちっと受け止めて、ワンクッションを置いて、きちっと患者さんの目線に立ったケアを提供するっていうのは、感情的なコントロールも必要だと思うんですね。そこのところを一歩乗り越えて、看護職として自己成長してほしいなっていうところは大きな課題だなっていうふうに考えています。4年間の中でやっぱりきちっと人としての常識、それと専門職としてきちっと使命感を持って、誇りを持って取り組む仕事だという認識はまず持ってもらいたいっていうふうに思います。諦めないでちゃんと働く看護師さんたちになるような基礎はちゃんと学生時代に鍛えておきましょうねというふうに言いたいですね。どの仕事もそうだと思いますけれども、褒めるのは簡単なんですが、やっぱり相手のこう不出来なところをちゃんと指導しなきゃいけないときは気も使えますし、エネルギーも使うんですね。でも諦められないなと思うので一生懸命指導するんですけど、それが伝わったんだなと思ったときはすごく嬉しかったですね。本当にやってよかったなっていうふうに思いましたね。日頃意識しているのは、やっぱり患者さんは医師に対してはっきりものを言えなかったり、こんなこと聞いていいのかなと思ったりする方が大変多いです。その時に患者さん自身が将来後悔しないように、医師にきちっと伝える役割は患者さんの代弁者としての看護の役割だと思っています。なので、感性豊かで共感性の高い看護師たちでいてほしいなっていうふうに願っています。求む思いやり、関東学院大学